国道385号。国道385号。国道385号は、福岡県柳川市から佐賀県神崎市を通り、福岡県福岡市博多区に至る一般国道である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り、起点は国道208号と接続するレンガ町交差点であるが、 有明海沿岸道路の共用開始前は、柳川小塚交差点、国道208号交点、福岡県道733号筑後柳川、停車場専終点が起点であった。起点と有明海沿岸道路、柳川西インターチェンジの間は4車線である。県道との交点である東か町交差点から、 大川市の国道442号交点までは未整備で離合困難な境外道路、原道となっていたが2016年2月7日まで3、京大川バイパス、工術が全線開通した。同バイパス開通までは東かまち交差点300、交差点木室小学校東交差点の区間が境外道路となっていたが原道である。室小学校東交差点から、 青木中津大橋にて筑後川を渡り、佐賀県千代田町に入り、大野北交差点までの区間は、バイパス名称はないが、二車線の両歩道で、同程度規格の改良道路となっている。大野北交差点から、北は道なりに直進すると、同程度規格の改良道路を通って、三田川バイパスに入る。現道は、同交差点を左折し、縦川沿いを経て、 神崎町本堀を経由し、力電交差点で交差、合流する。三田川バイパスは、国道政令指定の神崎市を通過せず、国道34号との交点である吉野ヶ里町、縦交差点に至る。国道34号との交点である吉野ヶ里町、縦交差点を過ぎて、長崎本線の下を抜けると左手に、吉野ヶ里遺跡がある。 吉野ヶ里町役場東セフリ庁舎の前を通り、東セフリインターチェンジを経て、長崎自動車道下を抜け、セフリ山地を越える。麓から改良済みの道路、東セフリバイパス、愛称、サザンカロードとなる。仙国山南側の麓から中原にかけて降格した、国道385号の旧道が山道として、残っているが、通行車両は少なく、後輩が進んでいる。 戦国山中原で坂本峠を越える原道と東セフリトンネルへ向かう有料バイパスに分岐するが有料区間はトンネルの前後のみである坂本峠区間は2トン積み以上の大型車通行止めの1車線程度の急勾配の山道である付近には日本の茶の発祥地である両前寺跡がある東セフリトンネルの開通までは山道の割には 交通量が多く行き違いに難重していた。またこの峠は豊富な地下水により、路面が濡れているため、滑りやすい。なお、坂本峠とすぐ前後のわずかな部分が、宮城町に入る。峠を越えて下ると再び、福岡県に入り、五ヶ山ダム近辺に至る。坂本峠区間は、山間部を縫うためしばしば自然災害で通行止めとなる。 平成30年7月豪雨、令和元年8月の豪雨では、坂本峠南側の佐賀県側の原道で大規模な土砂崩れが発生し通行止め、東セフリトンネルバイパスは通行可能となった。五岡山ダム周辺では本国道の付け替え道路のほかに、福岡県道、佐賀県道136号入部中限定車乗船の付け替え道路なども完成しており、 ダム湖周囲を複数のトンネル、道路橋を橋して取り囲んでいる。峠道を下ると、ダム周囲付け替え道路と交差合流する。ダム湖上の大野大橋を渡り一旦、佐賀県側に入る。東セフリトンネルを通り北上してくる道路と、交差合流する。板や、セフリダム方面からの県道136号付け替え道路と、交差合流し、重複する。 この付近に移植された佐賀県天然記念物、小郷地の杉がある。すぐに、ダム湖上の佐賀大橋があり、福岡県側に入る。さらに先で、県道136号は、ダム中囲付け替え道路に交差分岐し、重複解消をする。本国道付け替え道路を過ぎて南畑ダムに入ると、麓に至るまで、中型、大型車両にとってはやや境外がに車線道路となる。 ふもと以降は、福音、カーブともに、やや改善される。ダム工事に伴う、付け替え道路完成以前の旧道、水没は、中川支流台の川右岸に沿って、折現在のダム固定で、中川本流を大野橋で越え、本流左岸に沿って下るルートであった。大野橋の少し手前で、県道136号旧道、水没と、ほぼ十字路交差していた。この支流と、 セフリアマ方面からの中川本流が福岡、佐賀県境であったため、国道水没急道は、現境とは異なりこの付近で、佐賀県側に入ることはなかった。道県境は、江戸時代からの筑全国、悲前国境でもあり、この地域では、浜栗岳の浜栗水道の古事がある。本国道及び、県道136号の水没急道沿いにはかつて、古が、 山あざ東小河地倉吉、大野、福岡県及び松熊あざ、小河地大野、佐賀県などの小集落があったが、ダム工事に伴い移転しほぼ消滅、水没した。麓から、先の中川市から終点福岡市までの経路は、ほぼ中川に沿っている。中川市郊外の田園地帯にたどり着く。付近には、中の島公園がある。 中川市役所直近の西熊交差点前後からは、拡幅工事中であり、道長道前バス停前交差点付近からは、4車線道路となり、福岡市南区に入る。途中で、福岡外環状道路と交差、福岡高速環状線、福岡高速5号線路のためランプに接続している。西鉄大橋駅付近では、日赤通りに入り、清水4津角か,からは、清水通りを入る。 博多区に入った後では、百年橋通り、そして、滝下通りを経由して、博多駅、畜しく前を通過する。その後は、空港通りを通過する。最後に、本道路は、東高2丁目交差点で、国道3号と接続することにより、終点になる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。